浦郡群村出身の大工、棟梁、建築家である。1879年、長崎県の五島列島を構成する島の一つである、中通島の青方村で、大工の棟梁である、鉄川義郎の長男として生まれる。幼少の頃、近郊の魚目村に移る。有川高等小学校卒業後、家業を手伝うが、1899年、 20歳の時に魚目村に、曽根天守道が建設された際、野原棟梁と出会う。野原は、フランス人宣教師エーペール神父の指導のもとで、当時数少ない天守道建築を手掛ける大工であった。与助にとっては、初の西洋建築との出会いでもあり、以後、野原の下で修行を積むことになる。また、その頃の後藤列島は、 信者たちが天主道建設を合言葉にするほど求められた時代であり、ヨスケは天主道建築に傾斜していく。ペール神父からリブボールと天井や幾何学についての教えを受け、野原の下で天主道を建築していく中、1906年27歳の時に家業を相続して塚川組を編成する。 30代半ばに大浦天主堂に隣接する大主教館の建築でマルク・マリードロ神父と出会う。以来、教会建築に関する様々な事柄を神父より教えられ、鉄側も神父の素材選びや建築に対する姿勢に感化され、後の仕事に大きく反映されたという。1959年に王子法庄、1967年には、 君語陶水法奨を授与されている。多くのカトリック教会を建設し、教会建築の父とも呼ばれているが、彼自身は、生涯仏教徒であった。しかし、仏教寺院の建築に関わったのは生涯で三件と、言われている。晩年は、横浜市で過ごす。共に暮らしていた孫は、97歳で亡くなる。数週間前まで元気に過ごしていた、亡くなるときに、 仏つが見えると話したと2018年のシンポジウムにて明かしている。い尾の鉄川か一郎が、父の手がけた建築を一部紹介した、日本連画機構を読んで、与えすけが残した資料を、著者の北信代に対応。これをもとに、北は2017年、天主堂建築のパイオニア、鉄川友女、長崎の遺災なる、大工東寮の偉業を刊行した。くすは会。 今村天主道、災害有事1989、P9 から10、砂田光則、九州遺産原処房、2005年、P209AB、今日は、何の日、8月27日男は辛いよの日。クリスチャンプレス。2021年6月11日閲覧。長崎新聞。鉄川義四の人物像に迫る子孫や指揮者ら、意見交わす長崎新聞。 長崎新聞、2021年6月11日閲覧。北信代大工が積んだ、教会連が長崎の天主堂など30棟建てた、鉄川智介の仕事紐解く、日本経済新聞2017年7月21日、立ち町ホームページ。ありがとうございます。